演習問題 7.3 の解説をします。演習問題 7.3 は次の連立方程式が解を持つための条件を求め、その時の解を求めようという問題です。で、連立方程式がこのように与えられているので、まず行列にしてそれを基本変形して解きます。行列を基本変形していきます。まずこの行にマイナス1かけます。次にここはマイナス2をかけて足します。ここはマイナス3をかけて足します。このようになります。次にここにマイナス1をかけて足します。次にここをマイナスにかけて出します。そうするとこうなります。で、次にここにマイナス1をかけてこっちに足します。するとこのようになるので、ここに注目すると解を持つための条件は
が0になればいいので、こうなります。で、その時の解は、その時の解はこのようになります。これで演習問題 7.3 の解説を終わります。止めちゃってちょっとなんか気がする。違う、マイナス2。マイナス2。あ、ごめん、なんでもない。あ、今度ごめん。一番右下がね、マイナス 2A だと思う。違う、それがマイナス A だ。あ、違う、ごめん。2A。あれ。あ、いいんだ、ごめん。